噛んでるからこれ。そうですね。ここをね。そう。噛んでる、ね。だからこの人がパラッと落としたらパッと渡さない。あ、貢献の人はじゃあ次がすぐこう付け替えられるように。そう。演じてる人と貢献の人との。そうです。一つの手品みたいなもんです。もう掛け合いが、はいはい、息が合わないといけないね、うん。そういうこと。さあ。というわけで、はい、うん、今日は小道具の紹介に行きたいなと思いますけれども、はい、はい、何から行こうかな。そうですね。どうしよう、どこから行こう。まあまあ手前にあんだったらこれ三つ目。そうですね、はい、三つ目行きましょうか。うん、はい、じゃあ三つ目の小道具をちょっと紹介しましょう。これなかなかよくできてるでしょ。このね、笹のここの中にも三種類お面がちゃんとこうやって小さいけどね、はい、お面がついてるんですよ。最初オカメです、はい、オカメとエビスの踊りになって一つ終わったら今度は最後にこれになります。これを私が高校生の時にこの三つ目をやった時にね、うん、こうすぐに取り替えるじゃない、後ろ向いてすぐ変える、うん、で普通お面っていうとこう紐がついてて、うん、こうやってつけるっていうイメージが皆さんあるのね。だからなんであんなに早く付け替えができるのかっていうのをすごくその後友達から言われたのを覚えてて、はい、あ、そういえばそうだなと、まあね、裏はね、こんな風になってます、ね、うん、そう、パッて噛んでるからこれ、そうですね、外すんです。 ここをね、そう、噛んでるね。だからこの人がパラッと落としたらパッと渡さない。あ、貢献の人はじゃあ貢献が次がすぐこう付け替えられるように。そうそうそう、そういう風にやるわけよ。何回も教えるとパップチ落としてそのまんまパッと入るから、これだからパッパッってなるわけ。ああ、じゃあその演じてる人と貢献の人との。そうです、一つの手品みたいなもんです。もう掛け合いが、はいはい、息が合わないといけないわけだよね、うん、そういうこと。だからできれば、うん、後ろ向いてやった方がいいんです。よく手こうやって出してこう出して、そうするとね、こういうふうに手出されるとね、後ろね、どう持たせたらいいのか。そうだよね、そう、こうやってこうやったら逆さになっちゃった。そう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 、そうだよね。ね、あ、じゃあそう、だから渡すの仕方に、こういう時はこういう時は逆さに渡すんです。ああ、なるほど。こうやって手出され、どうやって手出してるのかなって、逆さに手こう出されたら、うん、こうやって渡すとこうかぶるんです。ああ、でもちょっとパスミスのリスクがある ね、 ね、だからできれば後ろ向いた方が、まあ、間違いなく間違いなくできる。ああ、うん、そうなんだね、うん、だからその、ね、非常に僕も後継何十年もやってきたから、うん、あの、まあ、踊る人のね癖を見るわけ、うん、と手をどうしますか。あとはこうやって出す人もいるよね。あ、もうリレーのバトンみたいな感じ、うん、その時はまともに渡しちゃうの。こうやってた時はまともに渡しちゃうの。あ、こう出された時はこう持たせなきゃだめ。そういうことね。あ、じゃあ人によって同じ三つ面でも出すの仕方が違うんだ、ね、全然違う。あ、そうなんだ。人によって違う、大体決まってますよ、はい、うん、なんだってね、うんうん、わしを置いて嫁入りじゃ、下にいろ下に、うしあがれあれさおよしよお話よ、うん、ってこうなる。そうだね。だから歌の文句でね、大体お面は変えられる。ただその渡し方持ち方が、ね、ああ、そうなんだね。問題はね、あ、その後ろ向き一択だと思ってたから、知らなかった。後ろ向いてくれるんだったらもうパッパッて、ああ、そうだね。だはってはって置いた時にそこへくっつけるよ、うんうん、で一番間違いないの。あ、でさ、今これね、改めて私も久しぶりに見て思ったんだけどさ、うん、こうあんまりね、やっぱ視野が広くはない、見えなかったなって思う、ね、そうなの。これにしかないの、このお面がね。そうそう、こうやって落とさなきゃならない。あ、自分の実際の目よりこう下に穴が開いてる場合ね、だいたいお面かぶって合わないのは目が下で見なきゃならないの。上見てこうやって見るお面ってないの。そんなこの幅が高いあれってないの。だいたいこうやってやったらちょっと下見ないと、うん、こうやってだから踊んないと、うん、目線は見えないの、うん、あ、そう、まともにこうやって見てね、うん、あの踊るのはまずお面ってだいたいこれ短いでしょ、これ大体。そうだよね、うん、だから本当に目線は少し、うん、まあ、これ踊った人は分かると思うけど、うん、で一番見やすいのはこれよ、まん丸だから。そっか、そうだよね。こっちはこう三日月になってるから、うん、だからこれひょっとこはだいたい見やすいというのはまん丸だから穴が、うん、でも最後のもうね、1、2、3番目だからきついはきついよね。でこうかぶってるから、そう、
で一番きつかったのは、まあ、例えば、まあ、舞台にもねよるのよ、うん、照明がね 上の面明かりとか下の面明かりと、まあ、強い舞台ってあるのよ、その劇場によって。ああ、もうその劇場の特色的にってこと。うん、だからこれ踊ってこれって最後これでしょ、うん、まして曰くでしょ、うん、逃げる息がないでしょ、ね、うん、まあ、お花見なんても大変だけどね、うん、お花見は完全にこうやってかぶって、お亀のあれかぶって、ここに布をかぶってか、これはここ飛びられちゃうから、うん、全く吐く息が逃げるとこないからくたびれる。これも最後これだから、うん、これも疲れるわな、うん、そうだね。だからお面をつけて踊るっていうのはよっぽど稽古してやんないと息切れしちゃうね、うん、もう、うん、なんか普通にその衣装が重たい舞台とはちょっとまた違う意味のハードさがあるよね。そうなのよ、だから大変だと思うよ、これお面つけるな。よっぽどお稽古済ん うん、で実際にお面をつけてあの踊んなきゃダメ、うん、だからうちの稽古場にはこれが、うん、布ついてるんだから。あったね、そう、だから私もそう、それで稽古したのを覚えてる。これがね、そうやって布つけないとダメ、うん、だからつけといて、でお稽古もこうやってつけてしまうの、うん、当日踊るんだったらそのぐらいの稽古しないと、お面だけつけてひょっとこ踊っちゃダメ、全部つけてやらないとダメ。やっぱ違うもんね、空気の逃げ方がやっぱり多少違った気がするもんね、うん、ましてこれとこれ踊った後に最後に「ていけてっつていけてこれ」だから、うん、だから大変疲れると思うよ、うん、でもなんか楽しかった、うん、覚えはあるな、うん、やっぱり楽しい踊りだったよね、小森は、ね、よっぽどあの本当にお稽古積まないと、うん、これは大変だと思います、うんうん、でそう、ちょうどこのお亀のお面があったので話はちょっとそれるんだけど、うん、そのさっき話に出てきたおはらめ、はい、おはらめ、おはらめはあの YouTube にも出てるんですけど、私はもちろんまだあの勉強したことはなくって、ただもう見るからに初めもう出てきてからずっとこれをつけたまんまじゃないですか。そうだって、やっこのやっこのあのカツラだからね、あのだから被ってんだから、あれほど、うん、しんどそうな踊りはあんまり見ないよ。 あれは僕踊ってね、最初と最後だった、うん、あれはもう踊れないと思ったね。で三戸先生がまた柔らかく踊るからスーッてスムーズにいくかと思ったらとんでもないですよ、うん、もう本当に稽古は何もつけないで稽古するんでしょ、はい、で今度ははいこれ踊るって言った時にあのお稽古ではお面つけてあそこではやんなかった。で自分で稽古する時はやっぱりお面つけたり、うん、最初それこそこういうお面じゃないから、うん、完全にカツラの上にあの重たいカツラ、薬効のカツラの上にお面つけて縫うでしょ、うん、でここにホックがあるでしょ、ピッて、うん、全然空気逃げない、うん、それで何気なくこう巻き持ってね、うん、で花道からチーチーチー出てって、おかめだからこうやって顎でやらない、消費取らなきゃなんない、うん、わしが在所へって踊んなきゃでしょ、これきついし、てん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 入ってって終わって、うん、はっつってどこどあれだっけな、外してくださいっていうのがあって、下だらい、うんうん、衣装つけた、いやいやまだダメって、これから踊るのよ、ダメです、苦しいですから外してください、うん、外しちゃったのがあります。いやでも分かる気がするね、それはね、分かると思う、うん、それそういった多分ね、お面つけたりね、僕がこのお花見やった時は座布団をここに向きます、こっちもつけて座布団着て紐で2箇所湯沸くの、うん、その上から浴衣を着るの、あもうじゃああのやっこの衣装の上に着てるのを再現するために、やっこを着てその上にこう着物を着るの、あそうやって練習するんだね、それでかぶって稽古するの、これをおはらめを、うん、そうね3回バラバラバラっつってやっこになる前のとね、そこまで3回踊ってびしょびしょになっても、うん、そこまで3回ぐらい踊って、うん、当日ぶつけていけばなんとか踊れる。あじゃあもう稽古はもう同じような条件をできるだけ再現して3回連続で踊って 連続で3回踊るの、それで体力をつけていく。そうです、で踊れれば3回踊れれば当日あの面上がりでもなんでも暑くなってもなんとか踊れるって、あ持たないって、いやなかなかハードな稽古だね。だから大変ですよ、もうこのお花目は。それでその後やっこでしょ、うん、へなへな踊れないでしょ、バーって花道行ってパンタンタンってバーってやんなきゃなんでしょ、うん、だからそう、そのお面三つ面よりもっとだと思うけど長いからさ
そのお面をつけて踊る踊りの大変さとさ、その後のまあ友やっこのようなああいうやっこの大変さ両方兼ねてるわけだからね、おはらめ。だからこれはもうあれ一回で僕は無理だなと思っても、あんと同じようにっていうのはね。だからあれリサイタルで踊ったっていうのは、うん、もう踊らないだろうって僕は。だからあのリサイタルで踊って、たまえも2年続けてやった、これとこれをやったわけ、忘れないうちに撮っとこうと思って。でもやっぱり一回そのチャンスで舞台で踊って記憶には残ってるよね、きっとね、いい思い出だよ。だから